俺のお子様ランチ選手権、よっしゃお子様ランチ、うん、お子様ランチ、うん、もうなかなかね、食べる機会もなくなったと思いますけど、そうですね、もうね、まあまあまあ、ずーっとやっぱ進化してないじゃないですか、お子様ランチって。そらそう、まあまあね、一緒ですよね、ずっと。いや、やっぱいいのかなって、そのままで時代に合わせてとか、うんうん、逆にちょっとやっぱ子供を甘く見てるんじゃないかなみたいな、はい、そういうのもあるんで、うん、僕らが新しいオリジナルお子様ランチを考えて、なるほど、素晴らしい、ちょっと提案していこうじゃないか、うん、そしたらお子様に受けるんじゃないかと。そしてやっぱそれをね、審査してくれるのは、うん、おもころチャンネルの名誉お子様、うん、ダヴィンチ恐山先生。先生、お子様、よろしくお願いします。ゆうちゃん先生、私のもう好きな食べ物といったら、もうとカレーラーメン、ハンバーグ、チャーハン、シチュー、力みお子様感じだね。すごいね、それで流し込むんだぞ。だからもうお子様の好きなことってわかるんで、はい、私がノーといえば世のね3億人のお子様もノーですよ。そうすごい、3億人もいるというわけなんで、はい、みんなで作っていきましょう。OK、はい、はい、うん、お子様ランチということで、うんうん、お子様ランチって親のエゴがあると思うんで、子供のための、うん、お子様ランチを作ってきました。いいね、はい、子供が喜ぶ。そうそうそう、そう、はい、お、はい、なにこれ先生、ほら、ほらららら、ほら、え、なに、めちゃめちゃ肉ばっか、これはすごい、ね、すげえな。子供って結局ね、茶色いものと黄色いものが大好きなんですよ。まあまあ、まあ、で野菜なんかも食べたくないんですよ。そうだ、そうそう、これが、まあ、ハンバーグ、唐揚げ、ポテト、うん、ウインナーってプリンかな、プリンだね、なんか6個なんか乗ってますよ、これ。とはいえね、やっぱり栄養素って必要じゃないですか。はい、そらそう、僕らも野菜なかなか取らない時とかあるとき、うん、何やるかっつったら、うん、サプリメントを飲むんですよ。そう、なるほど ね、 そうね、もうだからこの頃から好きなもの食べてちゃんと補助しなさいという食育をね、うん、はいいの、こういうサプリメント大体成人用。子供がこれね、粒の量飲めるかな。、ね、これだからマルチビタミン系なんで、これさえ食っとけば、まあ、あと唐揚げとかハンバーグとか好きにね、うん、じゃあ、そうそう、まずもうハンバーグいっちゃう。ああ、いいじゃない、ハンバーグ、ね、はい、ハンバーグだと、うん、ね、うん、どうだ、うん、うん、どうだ、一口でハンバーグ、すごい喋れなくなっちゃった。そしたらじゃあハンバーグ食べたってことは栄養偏ったってことか。じゃあ偏ったね。そしたらバランスとってウインナーいっちゃおうかな。あ、ね、バランサー、ね、肉と肉だよ、ね、大丈夫か、うん、うん、三角食べ、ちょっとビタミンが足りてないんじゃないか、ね、これ足りてないね。じゃあポテトいっちゃおうか。野菜だから、野菜だから、じゃがいもって野菜だからね、三角、今三角食べしてる、ね、炭水化物が増えちゃったね。ビタミンが、ビタミンね、ビタミン、ビタミンね、これね、あ、これをじゃあプリンと一緒に、うん、そうだ、うん、プリンと一緒にいいの、そんな、そんなのあるかね。大丈夫、ね、液体みたいな、気をつけてね、飲むときちゃんと。そうだね、うん、でっかいね。でっかいよね。これで、これ1日分でっかい、水を置いてくれ。そうだよ、ね、水を置いてくれ。いやいや、子供って水飲まないから。そうだよ。これはね、危ないよね。いや、もう口に入れたらもう、コウとナンが一緒に来て、コウとナン。ちょっとごめんなさい、これ本当に親の立場として言わせてもらうけど、うん、うん、親が頼まない、これは、うん、えー、そっか、そうね、これそういう視点もやっぱ必要ですよね。そうだ、そうだ、親が頼まない、これはなんか財布握ってるからみたいなさ。いや、そうですよ。そうです。いや、でも判断するのはね、確かに、そうだ、まあ確かに、まあちょっと、うん、あれかな、もうちょっとやっぱ栄養ってのも大事なのかもしれない、栄養はいいの、いや、どうかな。苦笑い。苦笑い、一番笑い、子供に苦笑いさせない。苦笑いランチ、香りを伺う子供になっちゃう。親戚の怖いおじさんじゃん。はい、では私が、お、ね、はい、いや、もう5歳の娘のパパ、うん、そうじゃん、父親ですから、もうなんだろう、お子様ランチとかって頼みますよ、そうだよね、必ずゼリーつけて、ね、ちっちゃいゼリーが、ちっちゃいゼリーね、あんなにつけんなよって思うんですけど、怒ってるわ、親怒ってる、いや、ダメ、親って怒るのは何の栄養もない、栄養はあるし、栄養あるでしょう、もうそういう古きお子様ランチに勝つ、うん、
おあら、親の立場も子供の立場も、うん、よしってもうテンション上がるようなお子様ランチなんてダメですよ、これからは。というわけでそういうの作ってきましたんで、はい、伝えていきますね、はい、お願いします。はいはい、どうぞ。え、完成完成完成、今完成した。いやもうね、何これ、ちょっと待って、もう子供が食べるものって何これ、納豆巻きとぶどうとポテトだけなんですよ。原宿産地限定でしょそれ。俺原宿さんのお子さんがただ好きなだけでしょ。これは残さず、そんなことはない、これは必ず残さず耐えられますよ。箱舟みてぇなって、ワンピースの新しい島見つけたこれ量大人でもお腹パンパンになるじゃん、これ。それでもこれですよ、量おかしいんだったらもうこれ、はい、なんてね、ん、残して OK。 あら、残して OK のまた最初からじゃあ調整しろって。子供が一番嬉しい言葉、これもう残していいよ。そうなんだ、後ろ向きな言葉残していいじゃない、残しちゃダメよ、全然残していい、ダメよ。そうなんだ、これついてた瞬間にもうわーってなりますよ。残していいんだっていう。何それ。それでもうね、手でもう食える。あー、それはいいね。手でも、ね、もう全部子供の飯手で食えるものにしてくれって。あ、そうなんだ。僕も思ってますから。いや、でもいろいろね、指先をさ、鍛えたりとか。これが一番楽なんですよ、もう親としては。すごいっすね。じゃあ早速もう食べてみて、手でね。じゃあもう順序としてはもう、じゃあ納豆巻き、まあまあまず納豆巻きね、うん、もう楽でしょ。納豆嫌いじゃなかった、楽でしょ。納豆全然好きじゃない。よく言ったな。そうだそうだよ、納豆嫌いだった。そうだよ、じゃあ残して OK の温たってたら全部全部残せ、触れられずポンプする。まあでもうちの娘はね、好きなポテトは好きでしょ。ポテト、はいはい、ポテトね、ポテトはね、うん、はいはい、普通のポテトかな。でもね、ぶどう放り込んで、巨峰だわ、すごいね。あ、楽、楽チームを、これ、うん、どう、あわーん。あわーん、あわーん。なんかもう、食感も味も水気も全部点でバラバラで、うん、まあね、うん、まあ、これはデザートと考えるとポテトと納豆巻きを往復する往復ですね、もうね、その反復いうこと。もう親は楽よ、でもいや、原宿産地限定よ、これは。すごい、ちょっと娘さんにこの写真後で見せてみてください。確かに、もうめっちゃ大喜びよ。あ、そういいのっていう。今日のご飯こんな楽でいいのみたいな。子供のこと何も分かってない寿司屋が無理やりそういうメニューだな。はい、うん、うん、続いては私が、お、僕なんて7歳と5歳とか。わあら、そうや、ゴールデンタイムだ。いね、万博食べ盛りでしょ、ね、もうお子様ランチをこすり続けてきてるわけですから。多いよね、もう飽きてんじゃない、もう。花輪の息子よりでかいもんね、花輪。いや、花輪の息子めちゃめちゃでかいよ、2人で。柔道やってんだよ。わかりづらい言い方やめて。高校生ぐらいです。ところで、はい、はい、子供が本当に好きなこと、うん、分かります、子供が本当に求めてる、本当に好きな、本当に求めてる、求めてる、求めてる、でも美味しい、違います、はい、違います、違います、美味しいの、おもちゃ、おもちゃ、違う、早い、漫画、違う、え、何、え、何、テレビアニメ、はい、違う、え、違う、お金、違う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 、え、結構出てるけど、何か分かりますか。いやいや、もう言えよ、もう何よ、何よ、全然察しが悪いわ。子供が実は一番あの求めてることって、はい、大人になることなんです。ああ、なるほどね、大人びたいのよ。確かに、ポケモンのエンディング、お子様ランチといえども、うん、実は大人性を子供はそこに求めてるのよ。だから私も用意しましたね、うん、ちゃんと王様ランチという枠組みの中で、うん、お子様が食べたことないもの、え、これはもう用意します。何だろう、お子様ランチだけどもお子様が食べたことがない、はい、はい、というわけでじゃあこちらになります。え、はい、いや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 、え、誰か食べちゃってます、怖い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 、これが子供が決して食べることができないお子様ランチの B 面です。B 面、あ、A 面はお子様食べてますから、原宿さんもこれいっぱい食ったことあるでしょ。
残したやつね。子供が残したお子様ランチを食べるのが一番俺大人になったなって思う瞬間です。気づけるかな子供が。いや子供はただの残飯でしょ。でもこれちゃんとあの残飯じゃないですか。ちゃんとあの僕が手作り演出したの。演出したね。ちゃんとこうフォークがね。これじゃあ噛んだ後じゃないの。いくらなんですかこれ。これ650円。するね。当たり前、当たり前ですよ。いいところやっぱゼリーさっき言いました、ね、あ、はい、食べられる、食べられる、ないじゃん、食べられる、これだけは食うからね。であとナポリタンと肉団子をこう刺さってるやつがもうすぐ食います。めっちゃ残ってるやつあんじゃん。そう、あー、このお子様ランチの唯一の良心、ほうれん草は一切手をつけない。一切食べません。こんなもんは一切食べません。レタスも手つけてない。レタスも手つけない。あと意外とハンバーグも残す。そう、あ、そうなんだ。そうで、これもちゃんとね、あの僕がちゃんと綺麗な状態で、うん、あの、はいはい、マッシュルームと人参取り除いてますね。あ、食べた時に落ちたやつね。じゃあもう親目線で。親目線で。そうなんですね。親目線だね。もう食べれないよって言ってる。そうそうそう、子供がないなって。もういらないの？俺もうハンバーグ残ってるよ。食べたいって言ってたよ。うん。もういい。残ってるよ。もう一口で、あとちょっと。中いっぱい。どう？さっきお菓子あげないもん。母親に当たるんだよ。母親のせいにすんだよ。まあ、買うじゃん、そういうせいだ。バス来るもんね。ああ、いいわ。ああ、いいわ。これだわ。回収してる感じ。大人になったんだな、おそれさんも。このレタスなんて味しねえもんね。その責任を今すべて背負ってくれてる。自分は自分で腹いっぱいなのに、自分の食ってる。レタスとかほうれん草は何かの間に食うからね。これだけ食うことは何の味もしないですからね。あー、なんてわびしい。これが家庭の味か。いや、今大人になってるよ、それじゃ。すごい、すごいね。なんか大人だわ、これ。感動してきちゃった。あ、見事。あら、完食しきって。おめでとう、それさ、うん、素晴らしい。今本当大人に、すごい大人に見れる。本当に確かに、うん、じゃあもう行く。入っちゃってるね、もうね。もういるわ。絶対車運転するじゃん、こんなの。そうだ、見えてるんだ、このまま。すごいわ。素晴らしい。いやー、美味しかったですね。美味しかったの。美味しかったけど、やっぱこう、あ、これがあと十何年続いたら、うん、でもその後はもう二度とこうやって、うん、一緒に食べることもないから。いや、そうだ、そこまで一食でそこまで。すごいね。あと、いないからね。そう思うとね、なんか寂しい味だけど、うん、その意外と少ないココアとの日々をね。ココア。心に愛ね。え、名前つけてた。僕はですね、はい、英才教育を、大人になったら食べるものを、うんうん、もう今のうちから食べておけば、あ、なんか大人に好かれる子供ってそうじゃないですか。あ、わかる。あ、これいけちゃうのみたいな。そうだね。お前将来酒飲むみたいなね。あるあるやつか。あるね。みたいな、大人になってから食べるようなものを子供のうちから食べちゃえば、なんかいい感じの子供なんじゃないのと思って作ってきました。なるほど。はい。はい、こちらでーす。え？はい。うわー！何これ気持ち悪い。えぇ、気持ち悪い。あの、お子様ランチでございます。これ、あの、なんかさ、歴史の教科書で見る縄文人とかの食ってた。すぇ、あの、大人のものですけど、うん、子供も楽しめるような。いや大人も楽しんでないし、なってます。え、何？ちょっと見て、うん、あのさ、ストーリーが浮かんできませんか。ストーリーなんか、これは、悪の城なんです。悪の城乗せるなよ。黒い茨のね、で守られた悪の塔が、ね、うん、悪の塔って鬼の花なんで、うん、そこに向かう、ほら見て、車輪がついて。あ、車輪これ、ほら、梅干しライダー、そういう意味を、そう見るなんだ、汚ねえ盛り付けだな。違う違う、ちゃんと意図して気持ち悪いで、顔になってるでしょ、これ。あー、気持ち悪い。梅干しライダーが悪の塔の姫を救いにね。姫が、え、これ姫、姫を、姫、これ何、これインゲンですね。インゲンの救いに行ったと。いいだろ、インゲンは別に野花にいても。食べきったら、ご褒美のかりんとうが。
担当がある。カリストナモじゃないから。ちなみに僕これ全部子供の時大好きだった。うの花、ひじき、梅干し、あの筑前煮、きんぴらごぼう、オクラ、ね、全部好きで。全部。そう。しかも健康にもいい。これそれはそうだ、ね。健康にはいいでしょうね。ね、そうだけど。ワクワクしないわ。全部がチグハグなんだよ。うん、新幹線乗ってんのもさ、うん、こっち 2D してるの。こっち子供ってそういう絵描くから気持ち悪いね。気持ち悪いな。ここを崩そう。あー、いいね、いいね、いいね。悪を倒せ。あー、羨ましい。拭いて、そのくらいの。ちょっと棒倒しみたいな。すごいな。そうだ、棒倒し。すごいね。ひじきだ。ひじきもいいじゃない、これね。ほら、おいしいね。ひじきとうまこんな風に食うやつ。味も味がすごいな。モンブランみたいに食べるね。マッシュの花ってなんかうまいとかこういうもんじゃない。ウノハナが、はい、これもあと3種のキノコの困り揚げですからね。困り揚げ、何困り揚げ、何困り揚げ、かき揚げを、カチカチなんだ、かき揚げをね、あのちっちゃくしたやつ、大人も知らないでしょ、このね、何これ、ね、これえ、ああ、いいね、そういうか、唐揚げかと思ったね、つくづく喜ばんな、え、肉なんもないじゃん、いや、肉がないからいいんですよ肉は若者のもの。いや、だから若者だって。精進料理じゃないんだからさ。大人びたいんだからさ。そうね、子供をもう寺巡りに連れていくような、そうそう。そういう仕打ちで。かわいそうね。で、最後にデザート借りて。食べてよ。すごいな、これ。あ、いいね。ああ、デザートね。ああ、美味しいね、デザートもね。いや、うまいですけどね。うん、やだなこれ。だしの味がね、一刻も早く実家を出たいわ。おじいちゃんおばあちゃんでも無理だと思うよ。そこまでは無理。ね、そこおもちゃでスイッチとかもらえない限り子供絶対絶対もう食わないよ、ね、絶対嫌だ。罰だよ、これ罰。いやはい、うんうん、ということでね、いや、はい、非常にハイレベル。いや、素晴らしい、ね、全部子供が喜ぶやつだったね。素晴らしい、高次元の戦い、高水準です。一旦ちょっと水をまだまだ水泳中に飲むと良くない、良くないバテるから昔の部活だ難しいんですけど決めました。おお、子供が喜ぶお子様ランチ、はい、今日決まりますよ皆さん。はい、新しいお子様ランチ、うん、優勝は加藤さんです。あんなのどこがいいんだよ。嬉しくねえだろあんなのよ。結果子供に楽しめるものが入ってるやつがあれだ消去法じゃねえかお前。原宿さんのやつはもう原宿さんの娘にとっては健康めちゃめちゃそうでしょ。親もありがたいんだよ納豆巻きそれはよくわかんないんだよ親がありがたい。あれに関してはだからもう原家で振る舞ってくださいよ原家のね。確かに。でも最近のお子様ランチってめちゃめちゃうまいからな。あ、そうなんだ。じゃあ僕ら考える必要ないんだ。ないですでも食べてみたいな、お子様ランチ。あ、普通本物ね。確かに普通のお子様ランチ食べたいね。頼んでもいいのかな、ね、バンバン頼んでもいいようにしてほしいよね。大人になるともう俺あんぐらいでちょうどよかった、ね、量量的にもう40になるとむしろあんぐらいがいいなって思うぐらいなんで。ということで、はいはい、皆さんもぜひ、うん、お子様ランチを新しく子供に振る舞ってみてはいかがでしょうか、ぜひ、ね、試してみてください、うん、さよなら、うん、ありがとう、さよなら。チャンネル登録と高評価、うん、めがい高評価しようねそこのあなた、チャンネル登録と高評価がまだなようね。どうしてチャンネル登録高評価をしないのかしら。恥ずかしいことじゃないのよ。チャンネル登録、高評価をすれば楽しいことがたくさんあるかもしれないのよ。大丈夫、一人じゃないわ。怖がらないで。 Don't be shy.